ベトナムのコルサミーケット、サテ風味のエビ麺、揚げ麺に粉末スープと火薬、調味油、スパイスがついています。麺は2ミリ弱の細い角断面で、エッジは鋭くないですが、輪郭ははっきりしています。一本一本の分離が明確で、広さは感じません。少し気泡感があり、ゴムっぽい弾力感もあります。舌に吸い付くようなしっとりした感覚があり、日本にはないタイプの麺です。スープは透明感がある一方で、ゴボゴボが沈殿する感じです。唐辛子の刺激が強くて心地よいです。旨味と甘さも強いです。エビの香りは華やかさや派手さがなく、ひっそりと味を支える感じです。強いニンニクの匂いが効果的です。乾燥ネギが多いですが、あまり匂いはしません。高級感は全くありませんが、麺もスープも庶民的で親しみやすく、懐に入り込んでくる感じで、憎めない製品です。みんな大好きトントン。